お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はランもパスも非常に良かったと思うんですけど、はい、その土台になったのはオフェンスラインだと思うんですけども、今日のオフェンスラインのパフォーマンスどうでしたか？そうですね、やはり前回の試合で課題が大きく出たユニットだったので、はい、まあ、ここからどう切り替えていくのかということをすごく重要視して、この2週間を過ごしてきたんですね。まあ、結果的にスコアにはやはりつながるようなプレーを、まあ、自分たちのユニットでこうできたと思いますので、うん、まあ、もちろんこの勝利の中でも出た課題っていうのはたくさんありますので、はい、まあ、それを一回整理して次の富士通戦、それに向けてまたしっかりと準備をし始めたいなというふうに思っています。今日は小林選手がクォーターバック先発したけども、完璧に守ったと言っていいんじゃないですか？そうですね、まあ、ギリギリで小林がしっかりとこう逃げ切って投げてくれた場面もあったんですけども、まあ、柵に関してはゼロでしたし、ランも定期的にちゃんと重要なところで出すことができたので、まあ、小林にあんまり負担をかけないようにっていうふうなゲームプランの中でちゃんと任務を遂行できたのかなというふうに思っています。ランニングバックもですね、何人もの人がボールキャリーをしてでいい仕事をしてましたけども、はい、やっぱりそこはオフェンスラインとしてもどういうブロッキングをするかってランニングバックによって変わったりはするんですか？いや、ランニングバックによってこう変わったりということは全くこう自分たちの中では頭の中に置いていなくて、こう誰が後ろで走っていようとも、それはそれこそ自分が後ろで走っていようとも、しっかりと風穴を開けてあげようっていう風なメンタリティで私たちは仕事を遂行しようとしていますので、今回こう活躍してくれたランニングバックの方々にはすごい感謝しています。前回の負けを引きずらないようにすることはとても大事だと思うんですが、この2週間そういう意味で言うとどういう準備をしてきたんですか？そうですね、やはりこういう勝負のスポーツの中では一回こう叩かれた後にどうやって立ち上がるかっていうことがすごく重要なスポーツですので、まあ、今日こうやって勝利につながって、で先週出た前節で出た課題をしっかりと、まあ、こうクリアにつながる形で一歩踏めたということは自分たちにとってもすごく大きいことですし、まあ、相手次の試合やはり富士通が控えていますので、まだまだ自分たちでこうクリアできる課題をしっかりとやっていきなければ自分たちの後ろで走ってくれたり投げてくれている選手を守りきれないと思いますので、まあ、今回のフィルム試合 のビデオもしっかりと辛口で、はい、もう一度研究をして、で次の試合でその課題を克服できるように頑張っていきたいと思います。辻本選手、今日会場入り早かったですよね。はい、会場入りが早かったですよ。あ、そうですね、気合いですか？はい、自分いつも会場入りが早い方でして、はい、なんとなくこう試合の雰囲気の中に自分も入って、いつもこう頭も体もこう準備をするっていうことが好きなタイプなんで、いつもこんな感じです。わ、はい、かりました、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。